サムシングユーの平均年齢は大体、30くらいだそうなんですけれども、あ違うわ、逆だ、60だ。今度出るザ・ブラウニーズは平均年齢が、あのいやですね、若くて可愛いとか出てきたら拍手がある。あのサムシングユーの時には全然ブラウニーでしたよ、みんな準備しててもね。じゃあ、準備があると思いますが、私はあのごちゃごちゃ言っててもしゃあないので、とりあえずあの、美少年とかそういったふうなのとかが準備している姿をお楽しみいただいた上で演奏を、聞いてあげてください。じゃあ準備ができましたらとりあえず拍手していきましょうか。ザ・ブラウニーズ。ザ・ブラウニーズです。よろしくお願いします。じゃあ改めましてブラウニーズです。よろしくお願いします。で、MC は後からということで、じゃあまず聞いてください。グッバイインサロです。悲しみの時
がいい。僕だけが知ってる礎を築け。山を越え海を渡り、どんな困難にも立ち向かう強さをくれた君を、なくしても一人で行ける、そんな強がりも全て引き連れてかけてゆく。 Goodbye bye we could now。ブラウニーズと申します。皆さんご足労、僕たちも遠いんですよ。すごいお家がバラバラで、彼がベースの何くんだっけちょっと名前が小林くんね、同じバンドメンバーの名前もちょっと覚えられてないというね、すいませんね。小林くんで、お年は22歳。はい、ベースまだ始めて1ヶ月半ぐらいでね、そう急いでこう組むっていうことになって、準備して間に合わせてきて、すごい頑張る努力家なんで、はい、温かくね見守ってもらえればと思います。で、寒川町に住んでますね。寒川ね、寒川神社ですね。で、彼が、ドラムの、まあ、今日はカホンっていうこの楽器を叩いてますけれども、まあ普段ドラムやってね、もう15、6年になる大ベテランの奈良原茂くんですね。茂るんです、はい、彼は町田に住んでますね、はい。で、それで、ギターの、まあ、先ほども多分紹介あったと思うんですけれども、ヒロポンねヒロポンです。で、この辺に住んでると、あ、次か自分は、ピーヤと申します。まあこれ芸名みたいなもんなんですけど、ピーヤで、川崎の方から、今日来ましたね。だからもう前日からもう厚木の方に泊まってですね、今日来た感じで、ちょっと あまりホテルでは寝つけないタイプなんで、でちょっと疲れ溜まってますけど、いやでもね、もう勢いでねまあとりあえず、はい、よろしくお願いします。そんな感じで、はい。で、20、すみません、お年忘れたけど、私28です。28、30?34 で、自分26です。はい、よろしくお願いします。続いての曲はちょっとカバー曲なんですけれども、まあ、皆さんよく知ってる曲で、セブンイレブンのあの曲ですねはい、じゃあ、聴いてください。デイドリームビリバー。はい、お願いします。はい、大丈夫大丈夫。大丈夫、デイドリーム。
ちは。ああ、すいませんね。すいません、ちょっとテンパっちゃいました。はい、大丈夫。いいかもね。はい。はい。もう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴っても、そういつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたり、ずっと夢を見て安心してた僕は、デイジービリバーソンで彼女はクイーン。でもそれは遠い遠い思い出、日が暮れててブルーに座っても、今は彼女は写真の中で優しい目で僕に微笑む。ずっと夢を見て幸せだったな僕は、デイジービリバーソンで彼女はクイーン。ずっと夢を見て安心してた僕は、デイジービリバーソンで彼女はクイーン。最後の曲になっちゃうんですけど、ちょっと尺短いですよ僕たち。最後の曲は、オリジナル曲ですね。これもちょっとゆったりした曲なんで、まあ、手拍子いただけたら、光栄でございます。よろしくお願いします。押し潰され、
追求量と社畜として乗れてる。こんなに体も削っても報われない、魂の安らぐ場所だろこの世にはありはしない。だけど僕自身よりは少しの安らぎを、そんなこと考えて今日も眠りにつくよ。人生の成功ってなんだろうな、お金持ちになること、家庭を築くこと、何が幸せかわからなくなるけど、それでもこの広い世界の中では僕は何番目に幸せなの、考えても漠然すぎてわからないんだよ。缶ビール飲みながら見ていたテレビの中、悲劇の渦中の人々が涙を流してた。だけど僕自身には悲しみなど届かない。今日も冷たいビールによって眠りにつくよ。いつの日か、いつの日か、この腐りきった心が晴れるといいな。いつの日か、いつの日か、この陳腐で平凡な日常を変えてみせるから。それでも愛も何一つ変えられやしない。日常に嫌気がさし、僕でもそれをまでに少しでも強くなろう。そんなことを考えて今日も眠りにつくよ。そんなことを考えて今日も暮らしてるよ。ありがとうございました。ブラウニーズでした。あ、どうもどうも、あ、どうもどうも、ありがとうございました。もう一回ブラウニーズに拍手を。どうもありがとうございました。はい、客席見てて困ったなと思うのは、サムシングニューの時にははいはいって顔していたご婦人たちが、彼らが出てきた瞬間に急に生き生きして、急に客席が若い間雰囲気になりまして、非常に厳禁なものでございます。私の後半での登場の時にもそのように皆様笑顔でお迎えいただければ非常にありがたく存じます、ね。実は今日田中の画期的なことがありまして、田中の息子のこのまん丸いの、これ生まれて初めて舞台で喋りました。28歳です さらに笑顔、めったに見せない笑顔を今見せました